今日なんですけど、今からやっと仕事に行けますね。昨日までの3日間はもう胃腸風邪でめちゃめちゃやられてたので、仕事なんかも全然できない状態でしたね。今日なんですけど、まあ、仕事終わってそのまま帰ってくると多分6時半か7時ぐらいになっちゃうので、もうそのまま満喫で3時間ダーツを打ってから帰ります。まあ今日やることはそれぐらいかな。はい、まあ緩くやっていきたいと思います。はい、今仕事が終わって帰ろうかなって感じですね。で、まさかのバッグ見てみたら、あのダーツのセットを置いてきてたんで、まあ家帰って、で、まあ、家のダーツを打って今日は終わりかなって感じですね。で、まあ、昨日までちょっと体調悪かったんですけど、まあ、体調は今のところ戻って、仕事もまあそんなに滞りなくできたかなと。で、今がね、夜の6時10分ぐらいなので、まあ、帰ったら7時ぐらいになってるかな。で、そっから風呂入って、まあ、7時半ぐらいから始めて、あんまり人様に迷惑かけんように、本当は9時ぐらいに、ダーツの100ハットが終わればいいなって思ってます。はい、今からダーツやっていきます。で、時間が今19時28分ということで、あと1時間半後にはもう9時になってしまいます。で、9時にはダーツやめたいので、1時間半をリミットに頑張っていきますとか言ってたらもう29分だったね。29分スタートでいきます。よいしょ。あ、はい、30分だったので、9時ちょうどに終われば1時間半以内ですね。頑張ります。はい、今50ハット終わりました。で、時間が、8時38分なので1時間と8分かかってます。目標9時だったんですけど、やば、あと50ハットあります。頑張ります。はい、今終わりました。時間はですね、予定してた時刻を43分も超えて、21時43分が今の時間です。なので、始めてから2時間と13分経っちゃいましたね。はい、お疲れ様です。今終わって、集計してみたんですけど、39回結局カウントアップをやって、その平均が846点でした。で、39回だったので、まあ、回数がかなり減ったって感じですね。で、平均点はそんなに変わらないので、多分2本入ったところで最後ハットに行く回数が増えてきたのかなっていう感じですね。で、2時間と今回は、13分ということで、前に一度2時間5分を出してるので、新記録はならずって感じです。で、まあ次でやっと、これの次ぐらいかなに、2時間は切れるんじゃないかなという兆しが見えてきたので頑張りたいと思います。こんなようなこと調理実習で俺教えた気がする。もう教える方で、うん、私も教えたよ。煮干しは綿を取ってね、偉そうじゃないよね。煮干しから取らんし、うん、いや、そうそうね。出汁パッケ、出汁入り味噌汁で調理実習マジック絶対あるよね。絶対ピーマンとか肉が食べないと食べるよ。うん、あの野菜炒めとかさ、いやお前全然普段食わねえじゃんみたいなやつがさ、
まあまあ、まあまあバキバキのさ、あのキャベツの野菜炒めとかさ、うまいまいって食うよね。キャンプマジック。そうそう、まあ、元気よく食べるとね、あの男子がテンション高くて食べるとさ、女の子もこっちも食べるとかって言うから、ね、でその後大体給食食いねえんだよ。さっき食べたよ。ならまだわかるけど、俺が至るところにもう至っているという。やばくないそれ。いっす。いただきます。はい、せーの。いただきまーす。まだ熱のかな。完全じゃない。まだ完全じゃないのかな。思いっきり入れるとこんなにできるわけ。ああ、そうだった。